はい、ということでこんにちは、マルボールです。今日は11月の18水曜日ですね。お昼回ってしまいました。ということで、昨日からようやくこれ設計をね開始したところなんですけど、ずっとやってたんですけど、実は、昨日の夜ね、あの後実は普通に寝てしまって、思うように設計が進んでおりません。昨日普通に寝たんで、今日朝も普通に起きて、朝から作業始めてるんですけど、進めてきたんですけど、まだその現物合わせして大体のケースの位置、箱の位置を決めただけ。一応これが左のパニアとトップケースの絵になって、これがタンデムシートなんですけど、大体1位を決めたところですね、今。で、これからやっとステイを、設計している段階です、今。なので、ちょっと今日の発注は厳しいですね。もうお昼回ってるんで、会社行かないといけないんで、ちょっと今日は厳しいかもしれないですけど、また帰って、今日中にちょっと設計を終わらせて、夜ね、明日の朝、見積もり出せればいいかなと思っております。という感じで、進捗はそんな感じですね。でももう1歳決ま、1が決まったんで、あとはもう、構想通り、ステイをモデリングしていくだけなんで、今日夜には終わるんじゃないかなと思っております。ということで、じゃあ会社行ってきます。はい、こんにちは。こんにちはじゃないか、こんばんは、マルボールです。ということで、午後から会社行って今帰っております。時間がね、今夕方の7時57分5時、午後7時58分もう8時ですね。午後8時になろうとしてるんですけど、ちょっとこれから帰って、即また設計の続きをして、でさっきも言ったっけな、今日モノタロウがね、モノタロウブランド 15% オフやってるんですよ。時たま来るんですけど、次いつ来るかね、ちょっと分かんないし、できるだけちょっとね、今日、設計終わらせて、一段落して、ちょっとモノタロウの発注だけは、24時までに、今日中にできたらいいなと思ってるんですけど、ちょっと厳しいですかね。ちょっと帰って、そのままちょっと頑張りたいなと思っているところではあります。はい。さすがにこの時間になると車少ないですね。さあ、午後8時になりましたけど、今日もねそんなに寒くない。ここ最近ね全然寒くないんですよね。天気も良くて今日もずっと晴れてました。本当、窓から差し込む夕日がすごい眩しかったんですけど、いや、いいな。ちょっとマフラー変わっただけで本当楽しくなるよな。あとは本当荷物さえ積めるようになれば完璧。でもやっぱ年末高速で帰るのちょっとね不安ではありますよね。なんか最近あったかいし、なんかやっぱ1年経つと冬どのぐらい寒かったかをね忘れてるんですよ。なんでどのぐらい寒かったかねと思って、冬。いやでもやっぱあれですかね、手に当たる風は防ぎたいですね。ここになんかつけたいですね。あと明日よな、やっぱ下にカウルがないんで、ガソリンは週末でいいですかね。あと、そう、実はね、9月の、その通勤中の事故の件なんですけど、やっと示談、保険会社同士の、やり取りが終わりまして、やっと何ですか、決まりました。何対何ってやつがね、結果から言うと、9対1 1対9って言えばいいのかな、僕は、1ですね。止まってなかったんで多少は日があるということで、でもよかったっす。91でなんとか落ち着いてくれたんで。で、現部の修理代もね、一応僕が今立て替えて払ってる感じなんで、
クレジットカードで払ったんで、まあ来月か、来月引き落としで、まあ、結構ね危ないなと思ったんで、まあなんとか引き落とし前に保険金入るかなという感じです。でまあ相手に払う相手の、なんだ修理代は1割で、保険料、保険で払っちゃうと保険料の方が高くなっちゃうんで、相殺って言って向こうからもらえる保険金でのうち向こうに返すというか、まあ、最初からその分、もらわない形でやろうと思います。なので保険料は今までと変わらずって感じですね。等級は変わらずって感じでやります。はい、まあ、やっともうなんかね、まあ、こっちはねもうずっとやり取り保険さんとやり取りしてて全然良かったんですけど、向こうがねなんか全然電話に出てくれ保険屋さんの電話に出てくれなかったりとか、なんかやり取りが全然できなかったらしくてすげえ長引いちゃって、まあでもなんとかね、向こうも対応してもらって話がついたんで、まあとりあえず一段落ついて良かったなという感じですね。お金も多分そのうち振り込まれると思うんで、まあ今日のニュースはそのぐらいかな。まあ、結局午から行っても残業してしてるっていう感じなんですけど、まあでも、午前中家にいて午から行くってだけでなんかいいですね、気分がいいですたとえ残業してもね、やっぱなんか一日有給にしてなんか寝て過ごしてね、なんか一日無駄にするよりは、まあ半休で2日に分けて休み取った方が精神的にいいなっていう気がしてて、まあできれば午後の方がまあ残業もないから、朝行って終わりって感じなんで、まあ午後したかったんですけど、まあちょっと今回はね会議の都合で午前取りました。いやでもそれでも良かったな、残業してもねなんか昼から出てると全然負担がないというかね、楽しく今日も仕事を終えましたよ。なのでこのまま帰って引き続きね設計を進めたいと思います。